今から200年前に伊能忠敬が日本中自分の足で歩いて地図を作る測量するってことをやってました。今は誰でもこうスマートフォンを持ってもう GPS が入ってることが絶対、いつでもどこでも、まあ、緯度経度を GPS 使って取得できる、その場所の情報をどうやって使っていくのかってことをこれからみんなで考えていく、それが1億層いいのかという言葉です。実際にこうドローンの中に GPS って入ってるので、ドローンがどこ飛んでるのかっていうのは全部緯度経度で管理されたりします。まあいろんなデバイスがこれから自動運転で車とか変わってくるので、まあ、そういった車が当たり前に街中を移動する、そこにやっぱり地図の情報が大事になってきます。今はドローンを世の中に役に立つように使うというところで、災害が起きた時に自分たちがドローンを飛ばして被災地の地図を素早く作るっていうことをチャレンジしています。今一番持ってる高いものが700万します。総合的にやるゼミなんで動画もできる、動画を作りながら地図も研究できるみたいな、社会貢献しながら動画を作るっていう活動をしています。ユースマッパーズっていうのはまず世界各国の大学、カメラ見ちゃうわ、世界各国の大学にあって、で日本で初めて立ち上げられたのがこの青山学院大学で、海外の国際会議にも登壇したりして話してます。このゼミのやばいとこは機材が多すぎて研究室が狭いところですかね。まず何でも自主的にいろいろやっていいよみたいな先生なので、ゼミのテーマに沿って好きなように活動してます。多分もうリアルタイムでライブ配信が始まったっていう形です。なので、改めて今9人の学生、まあ後で録画を見る学生もいると思いますけども、5月のオンラインハッカソン、4月にずれ込みましたけども、4月がトートバッグハッカソンやりましたけども、今月5月は、ガチャガチャですね、ジオガチャという形で、48ミリのカプセルに収まる、かつ空間情報なり古橋研究室に関係するガチャガチャを、ブレンダーという 3D モデルツールを使って、いろいろ工夫して作ってみましょうということで、テーマとしては、2つですね、課題テーマとして、ドローンをモデリングするということが1つで、もう1つは自由という形で、好きな題材を使ってねという、まあ、そんな形にしました。なので、オンラインハッカソンの週の他のツールを使っても最終的にはブレンダーで最終調整してねということで、まあ、ブレンダーの使い方をこういうタイミングでこうそれぞれ得意不得意はあっても、それなりに手を動かすとブレンダーの使い方が分かってくるだろうし、多分、まあ、友達同士でブレンダーの使い方を教え合うってことも非常に重要であるということですね。あ と、作るファイルは STL ファイルとブレンダーのファイルの 2種類をそれぞれのチームごとですね、ゼミ内サークルごとに GitHub レポジトリのコードの中にちゃんとアップロード、公開をする、パブリックレポジトリとして公開してくださいということです。まあ、ここに置いとけば、まあまあ、そうそうデータはなくならないよと、まあ、レポジトリをたまに学生に消されたりするので、最近ちょっとその辺の管理を厳しくしていますけども、レポジトリを消さない限り、消されない限りですね。あと、まあ、怖い場合には、やっぱりバックアップ、レポジトリを放置しておいて、バックアップ取っておくんですけども、GitHub に置いとけば、まあ、大体大丈夫かなということです。あと、まあ、作ったデータのライセンスに関しては、CC by 4.0 もしくは ODBL の 1.0 という形で、完全にオープンデータとして、まあ、商用利用 OK ですよと。なので、特にドローンのデータに関しては、それぞれ、出来がいいデータに関しては各メーカーにこんなの作ってみましたっていう形で、まあ、プレゼントしようかなと
というふうに思っています。はい、結構先週、測量の展示会が、幕張メッセであって、割と、そこでドローンのメーカーさんともいろいろ話をして、今回のハッカソンの話もそれとなく各メーカーさんに打診して、こんなことやっていいですかみたいなことで許可はある程度取れています。まあ、全てじゃないですけどね。はい、なので実際やっぱりデータを見てもらって、まあ、これだったらいいよって最終的に言ってくれるか、ちょっとまずいって言われる場合もあるので、そこはやりながらいろいろと各社と交渉していこうかなと思ってます。あと、まあ、基本的には古橋はここまでなんかやりきれなかったんですけど、きっと学生チームはちゃんとプレゼン資料は、スピーカーデック、Google スライド等のウェブで見れるような形で作ってくれているだろうということと、チームごとにメディアムで、いつものように成果報告を投稿してくださいねということですね。で、課題テーマは2つですよと。ドローンバードのチームとして主に使われているドローンということで、具体的には、エアロセンスのエアロボーイングとか、センスフライの EBX とか、あとパロットのアナフィ、スカイディオの、まあ、スカイディオ2が一番多分、スカイディオの中ではよく触れているものですね。あとソニーエアピーク、DJI のファントムシリーズとか、DJI のマビックシリーズ、まあ、特に最新のマビック3ですかね。とまあ、他にもいろいろあるんですけども、まあ、大体この辺に絞った方がいいかなというところです。あと自由テーマとしては、地理空間情報、古橋研究室に関わるものであれば何でもいいよということなので、ここはもうそれぞれにお任せするという形です。チーム編成としては、ユースマッパーズのチーム、デザイン部、ドローン部、V&F という形で、全部で1、2、3、4チームが今回エントリーされているということになります。はい。ということで、今もう Facebook のページの方では公開しちゃっているので、それぞれのチームからまずは発表をしてもらおうと思うので、いつものようにスラックのゼミ、よいしょ、順番、早っ、はい、順番で言うと、ユースがトップバッターですね、次、デザイン、で、チャットで早物勝ちで、いつものように、さあ、どっちが、次、ドローンで V&F という感じで発表していきましょう。ユース、デザイン、ドローン、V&F ということで、じゃあ、発表時間は基本5分を考えてますけど、ちょっとこっちの方でカウンターを用意しておきながら、ユースの方からちょっと、今回は画面共有を学生側でお願いします。はい。はい。では、画面共有をスタートします。こちら見えてますか？はい、見えてます。はい。では、ユースチームの、ハッカソン、ガチャガチャハッカソンの発表を始めます。はい、ユースチームは、芝山と鈴木で、主に作業を進めました。で、まあ、ハッカソンの概要の確認として、このガチャガチャの48ミリカプセルに収まるというのと、ブレンダー仕様と、あと、オープンデータライセンスの、クリエイティブコモンズと、オープンデータベースライセンスの利用というのと、あと、まあ、課題テーマ、ドローン、制作、あと自由テーマで、古橋研究室に関わるものっていうのを作りました。で、課題テーマの本、ドローンは、ソニーのエアピークを作りました。まさかのちょっと先生と被ってしまったんですけども。いや、それは多分、はい、あれや、多分狙ってるというか。エアピークを見てみたいと。はい、まあ、その先生が例として提示してくださったドローンの中で、なんか国産ドローンが、のエアロボのウィング、エアロボリングとエアピークの2つだけだったっていうのと、あと、結構ソニーの結構クリエイター向けの製品だったりするので、まあ、そこにかっこよさを感じ、まあ、エアピークを制作しようと思いました。で、まあ、これが、まあ、制作風景なんですけども、この制作方法とか後ほどご説明します。で、出来上がりこんな感じになってます。自由テーマの方は、3D の、天群データが、地位空間情報センターっていう、まあ、プラトーのデータベースになってるんですけど、そこのデータを利用して、日本列島とか富士山とか、そういったまあ地理的な、グッズを作ろうと思ったんですけども、ちょっと今回は、まあ、シンプルにブレンダーの使い方を覚えようということで、モデリングを重視で、ユースマッパーズ AGU のロゴをキーホルダーみたいな感じにして、制作しました。
で、まあ、アイデアとしては車のバックミラーとかに下げるアクセサリーみたいな感じで糸を通せるような穴をそのユースマッパーズのロゴのピンの中心の穴に、糸を通せるようなデザインをしました。で、出来上がりがこんな感じで、これがタイプ A で、これがタイプ B で、円形のものと、まあ、横長のもの両方作ってあります。で、制作の手順としては、まずドローンの方なんですけど、ブレンダーにそのままの画像をインポートすると、まあ、その画像をトレースしてモデリングできるようになるので、エアピークの画像は公式の商品画像をコピーして利用しました。で、画像のように、軸、それぞれの軸に合わせてその立体的にそのトレースができるようにっていう工夫をしました。で、まあ、トレースの作業みたいになっちゃうんですけど、我々が普段マッピングで行っているその地図、航空画像からトレースして地図を作るっていう作業にも少し似ているところがあって、まあ、そこが面白かったです。で、そうですね。ちょっと短めで。ロゴの方もこういった感じで実際にトレースができるようになったので、同じように行いました。で、データ置き場なんですけども、ちょっとガチャガチャ専用のレポジトリをまだ作ってなくて、ユースマッパーズ AGU のレポジトリの中に、まあ、コードの中にガチャっていう、まあ、フォルダを作って、そこに一応保管してあるんですけど、念のため、後でガチャガチャハッカソン、ユースのガチャガチャハッカソン用のレポジトリも作っておきます。了解です。あとメディアで、はい、記事を公開しております。で、レポジトリはこんな感じで、ドローン課題と自由課題両方ですね、行いました。以上です。はーい。OK。いや、絶対、エアピーク誰かやるだろうね。しょっぱな、ちょっとじゃあ、こっちで画面共有を。はい。はい。いや、なかなか、やっぱさすが、出来がいいなっていうところで。あ、見え。ユースマッパーズの、メディアを見ればいいのか。はい。ここから辿っていって、ユース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 、こっちか。ん？これか。はい。これか。これで、完成ファイル置き場ガチャ、これか。エアピークスティール。そう。GitHub いいのは、やっぱり、こうやって、プレビューができるっていうのがめちゃめちゃ、スティール、起きやすくて、ああ、いいね、出来が。ただ、ちょっと、実際印刷してみて、うん、その、印刷したものの画像を、メディアムの方に載せてるんですけど、うんうんうん、やっぱりちょっと、実物そのものを、スケールでやると、結構、アームが細かったりして、そうなんだよ、いや、そう。やすかったんですよ。いや、そこはね、はい、そう、これ多分両方必要だなと思っていて、まさに、はい、まあ俺も後でちょっと話をするけど、はい、そう、実スケールのままこうリアルに作るとね、どうしても 3D プリンティングするとかなり構造的に厳しいっていうところが、まあガチャガチャとしてのこう特性になるのかと思うと、そう、これはこれでこのデータってすごく重要で、多分ね、もっとこれをものすごく大きなスケールで 3D プリンティングすればそれなりにしっかりできるかなと思うんだけど、これをどうデフォルメするかは結構やっぱり俺も実際やってみて、ここいらないなとか、ここをこうやって省略しようかなみたいな感じで結構いろいろ工夫したところですね。でも構造的にはやっぱ、うん、なるほど、俺もモデリングしたからすごくよく分かるんだけど、ああ、こここうしたかとか、あと逆にカメラは入れなかったんだなとかね。あ、はい、そこは逆にこうドローン本体にこう絞り込んだ状態なのと、でもやっぱローターとかうまいなっていう。ありがとうございます。うん、やっぱさすが。これ、この上の柔らかい丸みを帯びた形状、これベゼルの処理ってやった。ベゼル。ベゼルで。はい、やりました。で、逆に言うと、そう、ローターの足の下のこうとんがってるのは、これ、円筒をぶった切った感じ、それともなんか、ごめん、円筒じゃないか、円錐をぶった切った感じにした。あ、これどうして、
これは普通にこの1個の円柱になってて、うんうんうん、はい、それをエクスクルードっていう、押し出しして、それを、その円を、その中心はそのままで、縮小したりして、で、うん、さらに縮小したものを押し出ししてっていうふうにすると、こういう形が作れる、うん。なるほどね、はい、そういうやり方か、うん、そう、ちょっとここ、いろんな戦略ありそうだなと思ったけど、この、はい、形状どうするのか、多分人によってアプローチ違うだろうなと。なるほど、はい、勉強になった。なるほど。なので、そうそう。いや、やっぱり、さすが伊吹チームと思いつつ、パーツのこう作り方もこう、そう、こういう感じで情報共有できるとすごくいいなっていうところで、はい、まあ、なんか見てて、うん、うまいなっていうところがよくわかるのと、そうそう。あと、そうだね。やっぱりトレースしてるから、本当カタログのまんまだね。すごい、カタログっていうかね、公式の画像。はい、アームの角度とかすごいまんまだなっていうの、見事に。トレスか、いや、勉強になりました。これただ、はい、公式画像の方も、うん、結構アームがこう手前に伸びてきてたりすると、そう。ちゃんとした、なんかオルソ処理ができないっていうか、そうなんだよね。まあ、地図と同じで、うん、まあ、ちょっとズレがあるはずなので、でも完璧な、はい。うん、逆に言うと、カタログのまま、公式画像のままトレースしてるから、はい、なんか本当正面向くと、カタログのまんまだなって。そうですよ。ここは、なかなかね、そう、わかる人にしかわかんないんだけど、こうだよね、みたいな。そう、後ろのアーム隠れてたんだよね、こう。はい、だけど、ローターは飛び出してて、みたいな。そう。ああ、でも、いいですね。これ、ソニーの人に送っときます。ありがとうございます。プロペラは片っぽ作って、これミラーで反転させた感じだよね、きっと。そうですね、そのアームの部分と、まあ、プロペラーもローターも1個しか作ってなくて、それをまあコピーとかミラーで作りました。うんうん、で、このプロペラの形ってどうやってねじらせた感じ？これが最初はこのプロペラの向きにそのまあ軸を合わせて、うん、で、比例編集みたいな方法があって、その比例編集。うんうん、例えばその、まあ、対象になる、うん、例えばプロペラの一方の先っぽを選ぶと、その反対側も一緒に動くみたいな。ああ、なるほど、なるほど。を使ってねじってみたんですけど、ちょっとそのねじれ具合が画像とちょっと違うというか、うん、なんかこのプロペラ自体が単純にねじれてるわけじゃなくて、この一番太い部分が片方がちょっと傾いて落ちてるっていう構造だったので、まあちょっと単純に本当にそのプロペラの太い部分を片方だけ下げるっていう方法で。なるほど。もうこれ逆に言うと、はい、いわゆるこうオブジェクトからの部分のそのなんだ編集モードに切り替えといて、はい、オブジェクトのこの辺の部分だけを選択して、あ、そうです。無理やりこう変形させてったっていう、かなりマニュアルな、まあ、そうですね、ちょっと手作業でした。まあそうなるよね、あ、でも、はい、やり方が分かった。なるほど。まあそうだろうなっていう想像通りだったので、了解です。はい、うん、でもすごいいいというか、俺も このぐらい作れるようになりたいなと思いつつ、やっぱりこう見本があるとすごい勉強になるなって、改めて。あ、はい。あ、一番苦労したのどの辺？で一番苦労したのは、やっぱり下の方の、カメラとかとジンバルの接続部分は、画像を見てもちょっと分かりにくい部分があって。もう暗くてね、影が見えてたね。そう。結構推測なところもあるんですけど、例えばその、リアとフロントにそれぞれカメラがあって、そうだね。それを3本のアームで支えてるんですけど、うんうん、なんか真横から見ると、その一本の方がその上に出てる方だと思っちゃって最初、うん、でよく斜めからの画像を見たら逆でその2本で支えてる方が上に来てる。なるほどなるほど。一本が下だったっていうのが後で分かってちょっとそれに手こずったりしました。そうだよね、はい、うん、あとそうこの、まあ、ドローン特有の構造なんだけど結局こうドローンの本体の間に緩衝材というかその衝撃吸収用のこう柔らかい素材を間に挟んで少し隙間を作る構造になってるっていうのが
実は結構 3D プリンティングも含めてこう 3D モデル作るときにこう衝撃吸収のためのちょっと隙間があちこちにあるっていうのが結構つながりとしてすごく難しいので、はいはい、そうこの下にさらにジンバルをぶら下げていくと、はい、またそれなりにこうきっと悩むだろうなっていう、そうこの、ね、裏側本当あ本当に推測か実況を見るしかないなのが、そうそう苦しいところで、あのなるほどその通りだなというところです。 OK です。あともう一個、これ戻ってこっちかユースのテスティールか。なのでこれあれだよね、なんかユースマッパーズのロゴだけを切り取って、それはそれでなんか使い勝手が良さそうな気が、はい、だけど、文字がついてるパターンは完全にこう製品として、うん、あの成立するけど、こうユースマッパーズのロゴだけだと結構海外の他のチームがね、うん、他のねユースマッパーズのグローバルなメンバーにこんなの作ったからなんか作って使ってよみたいな感じで出てくると、はい、よりこう面白いことができんじゃないかな、はい、とは思うので、なんかこれを切り離した1個ユースマッパーズの、AGU だけじゃないロゴデータが、あこれか、あでもそうか、あはい、そうか、それがこれか、これは AGU ない、なんかユースマッパーズのその 2文字目の O が、うん、あのユースマッパーズ AGU のロゴだとあの日本の国旗の赤い丸になってて、 あえてその最初は潰して作ったやつをそのまま使っちゃったんで、うん、しかも、ね、AGU にしよう、ちょっと高さを高くしてちょっとずれちゃいましたあこれは意図的なもんじゃない、ちょっと意図してなかったんですけど、まあ結果はいいかなって感じでなので多分、ね、オフィシャルにはそうこの O、まあ、標準モードで、はい、作っといたものも1個あるといいのかなってこと、はい、そういう意味では、うん、そうするとなんか他の人たちもちょっと何か作ってみようかなって気に、はい、なるほど、でもこれはこれでいろいろ使い勝手あるな、はい、いいと思います、ありがとうございます。よし、よし、じゃあこんな感じで、続々行きましょうか。じゃあよいしょ、続いてデザイン、後期か。おはようございます。うん、はい、はい。おはようございます。出てます。はい。ちょ今。デザイン部は、うん、今回課題の方では、いぶきとかたち含むデザイン部で挑戦して、自由テーマは私と後期2人でやりました。なるほど。はい。それで課題のテーマがドローンバードで。主に使われているドローンということで、前から挑戦していたエアロボウィングにを作りました。で、こちらがその課題のテーマですね。で、はい。で、4日の越谷防災フェスに、行くということで、そのためにガチャガチャの中身をエアロボウィングとして作っています。エアロセンスのエアロボウィング、私が作ったゼミロンジのエアロボウィングはこんな感じで、これサイズも48ミリよりかなり大きかったんですけど、全然うまくいかなくて土台もちょっと取れなくて、製品としては全然ダメだなという結果になりました。それで今回はゆぶきがデータを、作り直してくれて、こういう分割方式 A と分割方式 B という形で制作してくれました。で、分割方式 A というのはボディとアームでローターの、計8つのパーツがあります。で、分割方式 B の方はボディ、アームで計3個で、かなり数が違うんですけれども、2つのバージョンを作ってくれました。はい、お願いします。はい、でこれが分割方式 A の方です。計8つのパーツを接着していて、この小さなプロペラの部分とかも全ていぶきが手作業で接着してくれました。かなりこれはデッキがいいし美しいんですけど、この4日と5日の越谷のフェスに合わせるにはちょっと接着が大変、ちょっと印刷効率も悪いんじゃないかなという、
結果になりまして、でその結果分割方式 B の計3つのパーツを接着するということになりました。でこれは私のちょっとプリンターで印刷したので、あのフィラメントも違くてちょっとケバケバしてしまっているんですけれども、色塗りまでしてこんな感じになりました。でこの裏がもうなんかめっちゃケバケバ脳みそみたいにちょっとこれは私木曜日に研究室に行くので研究室の方でお借りしてちょっとやりたいなと思っています。はい、で先生が最初におっしゃっていたあのパーツをカプセルの中に入れて自分たちで子どもたちが組み立てる式っていうのも考えたんですけれども、うん、ちょっとやっぱり私としてはもう物ができている状態でガチャガチャやってほしいなと思っていて、なるほど、はい、それでこの分割方式 B の接着が少ない方になりました。うん、はい、はい、これが、ヤルボウィングの課題テーマの方でした。はい、じゃあ自由テーマの方に行きます。はい、自由テーマは、まあ何でもありと、古橋研究室で関係あるもの何でもありっていうことなので、まあ古橋ゼミでドローンといえば、まあ、空撮に使うんですけど、この下の空撮される側の建物の方にできたらいいなっていうふうに思って自由テーマを取り組みました。でここで出てくるのがプラトーですね。先生もがっつり関わってるので古橋ゼミの人はみんな知ってると思うんですけど、国土交通省が進めるオープンデータの 3D 都市モデルということで都庁を試しに作ってみました。なるほど。プラトーから、建物全体、その都市全体を 3D プリントするっていうのは、まあ、いろんな人が挙げてるのを見たことはあるんですけど、建物一つを抽出してプリントするっていうのはちょっと探したところ見たことがなくて、ちょっと初めての取り組みなのかもしれないなと思いながらちょっといろいろやってみたんで、一応作る方法っていうのを紹介します。まずダウンロードなんですけど、プラトーのところから、今回は都庁なので、23区のページから、取ります。でデータは右側にあっていっぱいあるんですけど、基本的には FBX っていうのを使うとうまくいくと思います。で、この14個の、区画に分かれていて、23区全体が。で、自分の欲しい部分をダウンロードする。全体をダウンロードするとすごく大きいので、今回は新宿なので533945っていう、この2段目左から2個目の部分を、ダウンロードします。で、次にインポートですね。で、ダウンロードしたデータ ZIP を開くと、下のこのファイルに分かれてるんですけど、左から2個目のこの、もうすでに展開されている FBX の DEM っていう、このデータが地形データみたいになっていて、まあ、ここの上にこう建物が乗っかっていくっていう感じです。で、この隣に、LOD1、2って2つあるんですけど、1の方は、もう23区全体に整備されている、もうざっくりとした形のデータで、で、2の方が、先ほどのこれで言うところのピンクの部分だけしか整備されてなくて、まだちょっと少ないんですけど、ただすごく精度が高いデータになります。まず最初に、地形データをインポートしますね。それとこんな感じです。で、その上に、ロット2の、データを インポートするとこういう感じになります。こうやって見るとかなり忠実に再現されていて、もうパッと見でどこか分かるっていう状態があると思います。ちなみに LOD の中には、テクスチャーのデータも入っているので、ブレンダーの操作次第ではちゃんと街のように見るっていうこともできます。まあ、ちょっと今回はやらなかったんですけど。ちなみに LOD2 の方で展開するとこんな感じで、同じ新宿なんですけど、ちょっとどこがどこだかは分からないっていう状態です。LOD1 の方ね。あ、ごめんなさい、1の方ですね。はい。2と比べると全然違うということになります。で、建物データの抽出。で、まあ、抽出とは言うんですけれども、この右側のデータをもうバーッと消していくっていう、作業になってたんで、もう完全な力技で解決しました。ちょっとこの辺はもしかしたらやり方うまいのがあるのかなと思うんですけど、ちょっと
ブレンダーに詳しくないっていうのもあって思いつかなかったので、もう力技で全部いきました。で作ったのがこれですね。都庁だけうまく切り出せたんですけど、まあ、これだけ見てもちゃんと都庁だって分かるんで、やっぱりすごい忠実なデータだなっていうのが分かります。ちなみに LOD1 の方で都庁を表示するとこんな感じになります。あの親知らずみたいな、全然なんだかは分からない。ちゃんとこの都庁の2本の塔がこうつながってるっていう状態になってなくて、もう上もくっついちゃってるし、なんだかなよく分からないみたいになってますね。印刷するとこういう感じで、まあ、うららがちゃんと印刷してくれて色塗りまでしてくれたんですけど、もうはっきりと都庁って分かる状態にはなってると思いますね。これは何の色塗りだったかっていうのをうららが言ってたんですけど、ちょっと忘れちゃいました。トキワラートだよ、トキワラート。トキワラート、トキワラートカラーです。トキワラートか。うん、はいはい、のカラーになってるそうですね。はいはい。でこれが GitHub リポジトリで、これがグラレコです。なんか、はい、アメリカアメコミみたいな感じ。なるほど、アメコミ風にしました。はいはい、おーい、ごめんなさい、喋りすぎちゃいました、私が。申し訳ございません。うららの文句押し出したって感じ。OK です。ちょっとじゃあ、こっちの方で画面共有しながら。よし。よいしょ。こっちか。そうそう、プラトのデータは、いや、こういう使い方は絶対みんなしてくるだろうなと思いつつも、どういうふうに面白くできるかっていうところで、そうそう、まあ、都庁を選んだっていうのはなかなか面白いなっていうのと、よいしょ、先に、あれか、結構オープンデータだから商用利用も可能だからね、あの、堂々と売ってもいいっていうところ、強みになるかな。で、これがエアロボのデータの STL、これか、ノーマル。これは全体、まあ、くっつけた状態。おー、でも、なんか、前と比べるとシュッとした感じの。パーツに分かれると、これが、1、2、3って番号がついてる。1、あ、これはプロペラ。なるほど。あ、違うな。これちょっと、ローター、ボディ、アームか。S3、エアロボ、ボディ、なるほど。うん。綺麗だな、やっぱり形が。で、アームがあると。アーム、STL。あ、なるほど。そしてこれは別な、ああ、これは個別に切り取ったやつ。なるほど。はい、なので、そうだね。もう、多分、そういう意味では、もう完成形で出したいっていうんであれば、もうそれでいくのでいいんじゃないかなというところで、うららは研究室に来て、量産をじゃあ始める感じ。はい。そうしようと思います。OK です。で、多分俺、金曜日の午後には一回研究室にいろいろ荷物取りに車で行くので、はい、そのタイミングで出来上がってるものは全部車に詰めています。はい。はいはい、お願いします。あと、まあ、うちにも 3D プリンターあるので、ちょっとそっちでも出力しながら、はい、ちょっとこっちでも量産をしつつ、まあ、いくついけるかっていうところで。ありがとうございます。はい、なんだ、みんなで協力しながら。はい、はい、ですね。あと、そうだな、あと、そっか、ガチャガチャの本体もだから俺が持っていかないといけないから、はい、金曜日は俺が忘れずにガチャガチャの本体を持っていくと。で、だからカプセル詰めはある意味、土曜日現地で市外に集合したタイミングでちょっと、量産したあのガチャガチャをカプセルに詰めるという作業は現地でやりましょう。
はい、お願いします。はい、OK です。で、まあね、エアロボーイングはそういう意味で言うとメーカーからも許可を取れているし、今までもうららがチャレンジしていぶきがサポートでかなりいい感じになってきたかなと。で、建物の方が都庁、都庁2つある。1個目がこれが LOD1 ね。なんかレゴっぽいやつ。そうです。はい、LOD1。多分これファイル名を都庁、アンダーバー LOD1 ってしといた方が多分分かりやすい。あ、分かりました。こっちが LOD2。はい。なので、まあ、よく言われるのが、まあ、LOD1 はいわゆる箱モデルって言われて、まあ、フットプリントの建物の地面に設置している場所をそのままこう高さ方向に伸ばしたものが LOD1 で、LOD2 は屋根形状はかなり、まあ、正確に表現できているって意味での高精細なものというところです。あと、あれだよね、まあ、都庁のこれメインの第一庁舎、第二庁舎だけど、都庁ってもっと広くはね、議会が外側にこうアーチ状に広がってたり、周りにもいくつか建物があるから、なんかその全体も含めるとより都庁の人たちにはグッとくるかなっていう気が。なるほど。こういうのってガチャガチャ的に言うとね、都庁の第一庁舎、第二庁舎のパーツと、その議会とか他の建物はまた別なガチャにして、ね、こうコンプリートを目指させるみたいな。なるほど。形にすると、それなりにこう集めたくなるみたいな、そういう、こうパーツに分けることによって、こう都庁シリーズを完成させちゃうっていうのもありかもしれないですね。なんかこの辺、あれだな、今度ちょっと東京都の、データツリーの会議の時に、ネタとして、こんなことを学生たちがやり始めましたっていう紹介しちゃおうかなと今思ってました。はい、ありがとうございます。はい。で、ちなみに LOD3 っていうデータも、まあ、今後出てくる可能性が高くて、そうすると今度、建物以外のこう周りの例えば電信柱とか、細かな、まあ、アセットって言い方をするんだけど、こう建物以外に、だけどこれ例えば都庁に関連する細かな構造物が周りにもこうあるはずなので、まあ、そういうものも含めてより詳細に表現するのが LOD3。でさらに、まあ、インドアの都庁の中身まで3次元データで作っていくのが LOD4 という形になるんだけど、多分 3D モデリングをする場合にはLOD2 がちょうどいいんじゃないかなというふうには思います。あとは東京アラートもそうだけど、やっぱりなんか好きに色を塗れるっていうことは結構それなりに楽しみ方が広がるかなという感じですね。国立ってこれなんだ。これは国立競技場をやってた。ああ、はいはい。もう LOD1。もう1だったんで、この時はまだ2と1でデータが違うとか分かってないんで。なるほどね。ああ、そう、やってみるとこう違いがね、出てくる。ドーナツだなって思った。なるほど。で、この新宿はちょっと街並みって感じ。そうです。これ全部です。あ、これはこれでなんか楽しそうだね。まあ、3D プリンティングするにはちょっとデータがでかすぎるけど。はい。でも、ね、これだと周りの、よいしょ。よいしょ。うわあ、なかなか。こう。いや、実は低スペック PC すぎて、私がもう読み取れなくて、読み込めなかったんです。なるほど、なるほど。はい。なので、こう、そう、都庁っていうと、こういう、こう、隣接する建物とかも含めて組み合わせると、より都庁、まあ、都庁に詳しい人ほど、ここまでやったかみたいな感じがするので、はい、まあ、そう、こういう感じの。展開の仕方はありだなというふうに思います。OK です。はいはい。はい、この作業途中の STL ファイルも、とりあえず放り込んどくって結構大事。そうです。OK。はい。じゃあ、続いてっていう話をすると、あっという間時間来るな。よし。ちょっとペース上げながら。次、ドローンといきましょうか。はい、お願いします。聞こえてます。あ、画面共有を。あ、はい、します。はい。はい、見えてますか？はい、見えてます。はい、5月、はい。東京市ドローン部の5月のハッカソンで発表します。結構初めてのこと多かったんで、ちょっと、皆さんと完成度があれなんですけど、褒めていただけたら嬉しいです。はい、概要はこちらになっています。で今回作成したドローンが、センスプライ EBX というドローンで、まあ、この機体を選んだ理由はちょっと、まあ、鳥っぽくてなんかかっこいいなって思ったからです。
で、完成したのが、まあ、こちらとなってます。で、自由課題の方は、ベーシックのコントローラーで、まあ、太陽がちょっと持っているドローンのコントローラーを作りました。で、完成したのがこちらとなってます。で、ちょっとどうやって作ったかの説明なんですけど、まあ、最初のドローンは、まず立方体から、サブディビジョンサーフェスで、レベル4にして、点を増やして引き伸ばしました。でそこで尻尾の部分を、すぼめて、スムーズシェードをかけて、かけました。でそこで、まあ、ちょっと点がずれちゃってるんですけど、はい、この赤い部分が、まあ、ちょっとカメラを再現してます。で、青い矢印の部分。カメラじゃなくて、それはGPS のアンテナだね。あ、アンテナですか。はい。はい。じゃあ、アンテナです。で、で、青い部分が、そのプロペラのについてる部分を再現しました。で次に、その胴体の、あの真ん中の出っ張り部分をちょっと再現したくて、もともとできたやつを複製してから、この部分に貼り付けたんですけど、時にちょっと多分しぼめた際にちょっと編集モードでちょっといろいろいじっちゃって、そのなんていうんだろう、厚さがちょっと変わってしまったので、埋め込む時に、不具合が生じてしまったので、はい、不具合が生じてしまいました。なのでちょっと物体の、角度を変えて、まあ、できるだけ水平にできるように努力しました。で次に羽の部分なんですけど、羽の作成は立方体で縮小して拡大してこの形を作りました。でミラーを使って、複製しました。で、羽の今の赤い丸の部分があると思うんですけど、そこを出っ張りをつけたかったんですけど、そこはなんかうまくいかなかったので、まあ、ちょっと見えないと思うんですけど、三角形の部分を、追加してこれをくっつけることにしました。でちょっと結構違和感がある感じで、まあ見えてると思うんですけど、三角形を作って、ここから、羽を、まあ、一体化させました。次にプロペラ部分を作って、まあ、立方体を引き伸ばして、辺を追加させて、ちょっと外側を膨らませて内側をしぼめるようにできるように、まあ、表現して全部くっつけてこれを作成しました。で印刷したときに完成形はこれなんですけど、まあ、ちょっと平べったい形をちょっと想定すぎちゃって、ちょっとぺちゃんこになってしまったので、まあ、ガチャガチャ用でやるときはもうちょっと膨らませてもいいかなって思います。次に、まあ、コントローラーなんですけど、コントローラーで、立方体を、切り抜きました。立方体じゃない、はい、立方体ですね、立方体切り抜きました。で円柱を編集モードで、まあ、引き伸ばして、そこからまた違う円柱で、そこの空いてる部分を切り取りました。でまた円柱を、そこに埋め込んで、コントローラーの移動部分を作成をしました。でできたのがこれです。でまだこれ印刷をしてないんで、ちょっと今日やろうと思います。はい、これで以上です。はい。OK です。まあ EB は、そういう意味で言うと、なんだろう、ちょっと癖のある形なので、そうそう、それなりにシンプルなようでいて、案外、こう、難しいだろうというふうには思ったので、なんだろう、出来上がったものが結構新幹線っぽい、こう、なんか、ね、形になったのは、すごく無意識のうちかもしれないけど、かなり、まあ、流線形の構造で、あれ、実はね、メーカーはセンスフライってスイスのメーカーなんだけど、機体のデザインは確かエアバス の飛行機の設計者がデザインしたって話を聞いたことあります。で、いずれにしても、よいしょ、ちょっと今、画面共有しながら、はい。そうそう、もうちょい修正はしつつもだけど、リモコンですね、それ。
あ、先生ミュートになってます。失礼、どこまで喋ってます。失礼。今だからそうか、どこまで行ったかっていうと、まずファイル名の付け方が EB だからこれ EB にしようぜっていう話を今喋ってました。ドロンドロン、アンタイトルで、カッコ3って、これなんか確実になんか途中のままなので、せめてセンスら EB のバージョン1とかっていう形、はい、で表現するっていう、まあバージョニングの考え方も含めて、自分なりの管理する命名規則を作っておくといいよというところで、まあファイル名にはちゃんとそのドローンだったらドローンの機体名なり、第三者が見て分かるようにするということを意識するといいよということです。あと、DB のデザインは空力的にも、センスライトメーカーのドローンなんだけど、機体のデザイン自体はエアバス の飛行機 の設計者がデザインしているものです。なので、まあ、特徴は捉えられてるけど、この辺のこう直線的な部分っていうのは多分ほとんどないので、まあ、最新機種は EBX。あれ、今回 EBX をモデリングしたんだっけ？あ、そうです。EBX。うん、なので、つなぎ目の部分ですよね、ちょっと。そう。この辺は、そう、こう、EBX でも、四角いというか直線的な形状一切ないので、それが入っちゃうとちょっとなんか、すごく違和感を感じちゃうかなと、はい、だからここも全部もうふにゃっと曲げてしまえばよかったっていう感じかな、うん、で逆に言うとこのスリットだよね、黄色とか青とかもスリットがあるので、はい、そこのスリットをどう表現するかっていうのは結構重要かな。あとまあいぶきがやってたみたいに、まあ、写真をトレースできるようにしとけば、多分この形ももうちょっと本物っぽく、本物っていうのはもうちょっとかっこよく、まあ、丸み帯びた楕円形に近い形状なので、そっちから持っていくと、これだと完全になんか扁平しちゃったみたいな感じだから、なんか風をでこうもろに浴びやすいような形になっちゃってる。ここはちょっと、まあ、頭のところの修正とこの翼のところの平らなところ、もうこれをなくしちゃえば、それでかなりいいんじゃないかなというところです。はいはい。OK です。で、プロポのところは、どれだ？ファイル名が分かりにくい。太陽リモコン。はい、うん、これ、なんか、うん、面白い。この発想は面白いっていうのと、これどう、あとはなんかアンテナ立てたいね、これ。アンテナがないと、ちょっとプロポとしては不完全な感じが。するので、この辺アンテナをちゃんとつければそれでいい。結構なんかこれあれだよね、操縦のまあモード2の説明とかモード、まあ、1でもいいんだけど、ドローンの操縦を説明するマニュアル作りの時にこういうモデルがあると案外これ便利だなって今見てて思ったので、こういうデータって実は結構使い勝手いいかもしれないなと。なのでこう、ね、今後、まあ、STL もそうだけど、こうマニュアルを作るっていうことってすごく重要なプロセス作業になってくるんだけど、もちろんグラレコ的な絵を描くのもいいんだけど、なんかこういう、こう 3D のモデルがあると、この 3D のモデルを使ってある意味なんていうのかな、こうここにこういうパーツがあるよねとか、こういうふうに操縦しましょうとかっていうのを説明するのにすごくいいかなっていうので、結構実なんだプロポのモデリングは実用的かもしれないっていうふうに思ったところです。はい、じゃあちょっとあと古橋は別個に動いてたんだけど、古橋がドローンでやったのがエアピークのデータを作ったんだけど、ちょっと先にまあいぶきがユースマッパーズで、エアピークチャレンジしてくれたんだけど、そう、古橋のアプローチとしてはエアピークの形をリアルに近づけるというよりもどこまで単純化できるかなっていうので、ちょっと一回自分なりにグラレコ描いて、グラレコとも絵だね、絵を描いてどこまでパーツを単純化できるかっていうふうに最初描きました。実はこれ朝7時ぐらいに30分ぐらいでパッとなんか公式の画像を見ながら、どこまで単純化できるかなという形で、
どの要素が、まあ、エアピークにとって大事なのかなっていうところを考えると、やっぱりこのアームが斜めに伸びてて、そのアームの斜めに伸びてるのと、あとは、飛んだ時には、足として地面に設置していたパーツが、横水平よりもちょっと上にこう V の字になるっていう、このバランス結構やっぱりエアピークっぽいなというところを感じたところですね。あと下にまあ一眼レフカメラをぶら下げるのがエアピークの一つの売りなので、やっぱりちょっとジンバルは外せないかなっていうのはちょっとこれ絵を描いてて感じたところですね。まあ、あと逆に言うと細かなパーツ、さっき伊吹も苦労したこうドローンの本体の裏側とかはものすごい単純化してもいいかなと一方で思ったところ。まあ、こんな感じでちょっと絵を描いて、で自分の絵をもとに、リアルというよりもより単純化してシンプルなデータができないかなっていうので作ったのが、これ俺も古橋は30分1時間弱ぐらいかな、モデリングをして、3D プリンティングで48ミリのカプセルに収まるようにちょっとデフォルメをかけたっていう感じのものです。なので、実スケールで言うと超適当です。ただ、なるべくこう 3D プリンティングして違和感のないような形にして、これまあイメージとしては下から積層かな、この下上下逆さまにして積層しながら、積み上げれば結構、あとここのジンバルのところどこまで綺麗にいくかってところなんですけど、まだちょっと工夫は必要だけども、まあ、こんな感じ、このぐらい単純化すれば結構エアピークとして認識できるかなっていう感じだから、さっきの伊吹と比較してもらうと分かるんだけど、最低限のエアピークのもの、本当はバッテリー差し込むところちょっとなんか空白もあるので、そこも穴開けた方がいいかなって一瞬思ったんだけど、ちょっとそこも単純化しちゃいました。でベゼルもすごい荒々のベゼルにしちゃっていますというところで、まあ、このぐらいのものもあえてあってもいいかなっていう、多分2つのこのリアルなモデリングとすごいデフォルメしたガチャガチャ用のモデルで、逆に言うともうすごい横着して、まあ、中心すら合ってないんですけど、このローターの下の足とかもそのまま円柱のまま今やっている状態です。でプロペラ今宙に浮いてるんで、これプロペラの向き再調整しながらも最終的にはこのローターとくっつける状態にする予定で、まあこれでどのぐらいガチャガチャに収まるかなっていうのと、できるだけこれを一発で、出力したいなっていうところでは多少工夫の余地がまだあるかなと思うんですけど、まあさっきの EB もそうだけど、ガチャガチャに出すっていう意図になると、リアルなモデルだけでは多分難しいところがあるので、リアル以外のその単純化されたモデルっていうものも結構大事かななんていうふうに思っています。はい、よし、じゃあ最後の、いきましょうか。V&F お願いします。はい。はい、見えてます。お、タブレット、スマホ。タブレットでやってます。了解です。はい。ます。はい。ます。はい。VF チームです。メンバーは4年の夏美さんと自分で、今回はこのように発表していきます。概要としては皆さんと同じように、48mm カプセルに収まることやモデリングをブレンダーを用いてモデリングすること、 STL ファイルとブレンダーファイルの2種類を必ず GitHub 上のコード内にアップロードする、ライセンスは CC by 4.0 オープンかしてオープン化する、プレゼン資料は、Google スライドを利用で、課題テーマと自由テーマを2つを作るということでハッカソンを行いました。まずアイデア出しから行いました。課題テーマはドローンバードで使われるドローンとのことなので、スカイビュー2と DJI ファントムの2つの候補が出ました。そこで、自分が、DJI ファントムを選びました。選んだ理由としては、見た目が一番好みだったっていうのと、一番みんなが想像するドローンっぽいなっていう点で、自分は DJI ファントムに決めました。自由テーマとしては、すごいいろいろな案が、2人で出し合いました。
例えばカメラだったり GoPro だったり人工衛星、テント、地球儀、消火器、迷路、AED などたくさんの、アイデアが出た中で、迷路を作ることにしました。制作過程です。DJI ファントムは自分が担当しました。DJI ファントムのボディが、シンメトリーだったので、4分の1をまず作って、そこからミラー機能を使ってどんどん作り進めていきました。そうですね。難しかった点としては、やっぱり初めて自分がブレンダーを使ったので、使い方がよく分かんなくて、結局制作に5時間以上かけてしまいました。最後に、ドローン、画像で見た感じ、ドローンがゴツゴツしてる感じのドローンではなかったので、表面を滑らかにしました。次に迷路の制作過程です。ポイントとしては、迷路の仕切りの中に GIS の文字を含ませた点です。横や斜めから見ると、その部分だけ高さが異なるので、よく GIS の文字が目立って見えるそうです。夏美さんが作成する上で、ブレンダーで複雑な作業をしてなくて、ただ迷路の、図案を考えれば、割と簡単にできるとか言ってたんですけど、図案考えるのが相当難しいだろうなと思って、自分は結構感心してました。成果物です。自分は古橋先生と同じようにガチャガチャなので、大きく特徴を捉えて細かくなりすぎないように作りました。まあ、元からそんな細かく作る技術はないんですけど、これで分かる人には分かるかなという感じです。で、迷路の成果物です。GIS だけ文字が大きくなっているの、高さが違うので分かりやすいかなと思います。振り返りはさっき言った通りです。ラリコです。短いです。以上になります。OK です。はい。よし。じゃあ。ファントムは、なんかね、不思議と、ファントムっぽくないのが、なんでだろうって見ながら。で、ちょっと待ってね、今。どの辺がファントムっぽくないんだろうなって。ファントムを見慣れすぎてるからなのかもしれないけど、ちょっと待って。はい、本当ですか。そう。で、ちょっと、こっちの画面共有します。ちょっとカクカクってか平らな感じがするのかな。まずちょっともう一回作ってくれた STL ファイル見ながら。そう。まあそうだな。まず、わかった。本体とアームが実は曲線でつながる構造なんだよね。ファントム。3D スケッチファクト。多分、プロのデータとか見れば、スケッチハブとかに絶対ファントムとかってあるでしょって思いつつ、ファントム、ドローンのファントムでも案外いない。ちょっと待って。DJI ファントム。ほら、いるいる。こういうのちょっと古い方の機種だけど。ファントムの特徴を単純化しつつも、やっぱりファントムらしさをどう表現するかということを考えると、まず、こう上から見たときに、アームとボディがこう曲線でこうつながってるっていう、まあ、古橋のデザイン授業を受けた人は、いわゆるベジェ曲線でこう表現される。で、作ってくれたものが直線で構成されてるから、ここの滑らかさがないから多分ファントムっぽくないねって見えるんだろうなと思った。で、同じようにこう、横から見た時も、この、なんていうかな、直線じゃないんだよね。曲線で滑らかにこう広がって一番真ん中が太くなってっていう、まあ、この、こう、多分この曲線美がファントムらしいんだろうな、というふうに見ると、よいしょ。
ここもやっぱり直線で構成されちゃってるっていうもったいない感じなので、ここの単純化はね、結構実はすごく難しいので、まあ、それはファントムを選んだからっていうのもあるのかもしれないけど、そう直線で近似しにくい、まあ、いかにここ、サーフェス、滑らかにサーフェスを構成するかっていうか、あと、やっぱり下のバッテリーが結構飛び出してるっていうね。で、これ、バッテリーが全然描かれてない。ファントムらしさの曲線のところと、バッテリーとして太ってる部分の、この、まあ、ある意味、お尻の部分が目立たないっていうところ。で、あとは足が細すぎるっていう感じかな。もうちょっとこう広がってるんでしょ。っていう、どっしり感。全体的なバランスが、やっぱり単純化したんだけども、バランスが狂ってるからのと直線が多すぎるっていうのと、重要なバッテリーが表現されてないっていうので、まあ、結果としては、なんか、こう DJI ファントムらしさはほぼなくなっちゃってるっていうのは、なんか逆にこれを見て面白いなと思ってたところです。はい。なので、まあこれで5時間だけど、多分ね、あれ、今回の作業でいろいろ手が覚えてるはずなので、次同じようにチャレンジすると多分それが2時間とか1時間に減っていくので、今回の、まあ、ハッカソンのメリットとして、まあ目的としては、やっぱり全員がこうブレン同じツール、ブレンダーっていうツールをこう使うことによってね、得意な、それこそ息吹とかも含めた、こう慣れてる人はサクサクとやって、軽やかにやってしまうことを、やっぱり初めての、まあ、学生はそれなりに苦労すると思うんだけど、やっぱりみんなの作品とか、どういうふうにこう、ものを単純化したらいいのかっていう、まあ、ものの捉え方とかも含めて、まあ、こういうのを工夫して一回なり、まあ、何度もこれ経験しとくと、多分、まあ、卒業しても、これから3次元のデータとか普通に使う時代やってくると思って、まあ、それなりに潰しが引くんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱ俺も久々になんか集中してても1時間弱ぐらいだけど、やっぱりブレンダーよくできてるなとも一方で思っているので、ちょっとパッと思いついたらすぐ 3D でデザインしてみるっていう展開はありなんじゃないかなというとこです。あと、迷路に関しては、これもファイル名かね。まず、迷路だったら迷路ってつけようぜっていうところで。よいしょ。よいしょ。これ、使い方としては、スタートどこなんだ？スタートとゴールが、なんか、マーキングされてる感じ。これか。この四隅の大きい空間かな。四つ角に対面で、これがスタートとエンドで合ってる？あ、合ってます。GIS をこう普通に正面から見たときに上か下、まあどっちもいいんですけど。あ、なるほど。GIS の上から下に移動するってこと。なるほど。どっちか。そうですね。なるほど。これ、使い方としては、なんかちっちゃなボールをこの中に転がしていく感じの使い方。傾けて。ボール、そうですね。なんか BB 弾とかでもいいですし、普通に指とかで子供なら、うん、まあ、なるほど。目が辛くないサイズかなと思ったので。なるほど、なるほど。実際、3D でプリンティングはまだしていないけど、多分まあ、子供、うん、BB 弾ぐらい、まあ、この辺も結構気をつけないといけないのね。子供、何でも食べちゃうから、ね。ボールがいいかっていうのも、ちょっと一瞬考えるけど、なんか水を流すとかだと違うかな。やっぱもう、なんかやっぱボールだろう。食べても大丈夫なボールみたいな。まあ、BB 弾でもいいっちゃいいんだろうけど、うん、なるほど。なので、まあ、実際これ。じゃあ、うんちチョコ。転がりやすい。駄菓子のうんちチョコとか入れてくれれば。転がればっていうのと、この細いところ、本当に通過できるのかなっていうのはちょっと。うん、まあ、これはやってみるしかないなっていう感じかな。まあ、スケールをもちろん大きくすれば、多分できるんだろうけどっていうところで、うん、アプローチとしては面白いのと、結局、こう来て、こう来て、こっち回って、こっち回っていくのか。こっち回って、こう。なるほど。これ実際クリアできる？破綻はしてない？できますよ。こう来て、こう来て。こう来んのか、こう来た、あ、違うな。こっち回、違うな。
まあいいや、やると時間かかりそう。うん、はい。なので、まあ、実際にガチャガチャに入れてこうどう使うのかっていうところのチェックだけすれば、なんか、この迷路か、いや、アイデア面白いなと思いつつ、なんかもっと、まあ、一つ感じたのは、ね、子供が GIS って言っても、なんじゃそりゃってなるから、ここをグッとくる、子供がグッとくるものに、まあ、置き換えるっていうのも一つの手かなと思いつつも、なんだったらグッとくるのかなっていうところではね、それこそ秋にやろうと思ってるガチャムックというか、ガチャピンムックの迷路とかにするのはありかなとか、なんかそんなことを今思ったりしてます。あとね、逆に結構エアピークとかファントムとかも含めて、ね、シンメトリーというか、まあ、ほぼほぼ正方形に近いドローンって結構多いので、なんか迷路自体をドローンに置き換えてもありかな。迷路、うん、ドローン型の迷路みたいなものもありかな、なんていう感じでなったんですけど、この発想自体は非常に面白いのと、まあ、そういう意味で言うと、修正点としては、本当にスタートとゴールはもうちょっと、誰が見てもスタートとゴールが明確になるように、なんか、ちょっとトン、ね、GIS と同じように、ここの周囲だけ高くするとか、っていう感じすると、多分分かりやすい気はした。ところです。はい、というところで、全員発表が終わりというので、まあ、みんなこれでブレンダー使いに着々と一歩進んだかなというところなので、まあ、こういう共通のツールをみんな当たり前に使ってお互いにアイデア出し合うっていうところと、やっぱりいいものに関してはそれこそね、さっきのプラトしかり、あと東京都デジタルツインしかり、まあ、他も地域も含めて今都市の3次元地図をどう展開していくのかというのは、いろんな自治体がなり行政が取り組んでいるところに、うちの研究室も、いろんな形で関わっていますので、卒論、ゼミ論も含めて、こういう 3D のデータをちょっと、うまく取り込んで、何かゼミ論やりたいな、卒論やりたいなっていう学生は、ちょっとこれをヒントに、いろいろ 3D モデリング試してみるといいんじゃないかなというふうに思っています。なんか全体を通して質問とかありますか？コメントで一番多分スキルが高い、いぶきが、なんか他の学生の作品見て、なんかコメント、プロとしてのコメントになるのか。いぶき喋れる。あ、聞こえてますか？聞こえてます。あ、すみません。スキルが高いっていうことで恐縮なんですけど、なんかあればいい、聞いてねっていう。はい、そうですね。エアピークも結構基本的な操作だけでできちゃうっていうところで、なんだろう、基本的な操作をちょっと工夫してやるっていうのが、肝になるかなって思うんですけど、そういうところで言うと結構元屋にいろいろ教えながらやってたんですけど、結構その、YouTube の解説動画を見ながら作ってみましたっていうのを見させてもらって、試行錯誤しているところが見れたので、ちょっとドローンの方は、トレースっていうのはちょっとあえて教えなくて。あえて、なるほど。結構その試行錯誤した感じが読み取れたので、元山もすごい頑張ったなっていうのが伝わりました。あとは、VF の、さっきの迷路のアイデアも面白いなと思ってて、割とそのプリントしやすい形になっていると思うんで、そういう点では面白さもあり、作りやすさもあるっていう点で、いいかなっていうふうに感じました。そうだよね。なんか迷路とかで気づいたのと、はい、積層しやすいなっていうのと、はい、やっぱり大量生産に向いてるなっていうのと、はい、あと多分あれだよね、形を正方形じゃなくて円形にしとけばね、もっと48ミリのサイズで大きくギリギリ、ね、埋まるような形で、迷路もね、ベースを丸くしとけばより多分ガチャガチャにフィットしたんだろうなとは思うし、はい、そう、いぶきのその指摘の通り、そう、出力しやすいよね、ああいうシンプルな構造、うん、まあなんかそれこそ、まあね、今後こうユースマッパーズの他のこう国にさ、はい、なんかワークショップで、今までオンラインしかやってないけど、直接こう会いに行くとか、それこそカンファレンスで、はい、話をするときに、なんかユースマッパーズのあのロゴを使った迷路とかを作ってお土産で持ってってやると、
それはそれで、おおみたいな感じで喜んでくれるかもしれないね。とかね、そう、いいですね、はい、思ったので、そう、そういう、こう、グッズ作りにも、こう、生かしてもらうといいんじゃないかな、というところです。はい、ちなみに逆に、なんか、ハードウェアとして 3D プリンターもっとこういうのが欲しくなったとか、こういう、そういうのって逆にどう、はい、ね、うちにあるのって 110×110 の、そんなに大きいものって出力できないけど、現状。はい。まあ、せいぜいやっぱ200欲しいとか、もしくは光造形系のね、プラスチックを溶かして積層する以外の、3D プリンターも今それなりに出てきてたりとか、はい、あとは、そうだな、あの結構うちの子供とかも話をしてるけど、ね、チョコレートの 3D プリンターとかもあるでしょ最近、レジン欲しい、あ、うららからレジン欲しい、今他の学生も遠慮なくなんかまあ今年買うかどうか分かんないけど予算の、あの範疇内で、はい、なんかこういうハードウェア的なものも揃ってると、もっと 3D モデリングとか 3D プリンティング楽しくなるなみたいなアイデアがあれば、そう今の、うららみたいにこうレジンが欲しいとかって言ってくれる。あ、そうですね、ちょっと、うん、そのプリンターのことはちょっとまだ詳しく調べられてなくて、なるほど、ただ、まあ、あのちっちゃい の、まあ、大きいのっていうお話だったんですけど、逆にあのちっちゃいのを作ろうとすると、結構そのノズルの受け、うん以下のものはちょっと作りにくいってことで、エアロボウィングも結構なみなみガタガタしてしまうところがあって、逆にそのちっちゃいのを作るプリンターとかあったら、なるほど、ね、まあ、ガチャガチャイベントとかでもいいかなと思ってるのと、あとはそうですね、あとはまあちょっと 3D プリントとは別に、そのまあ 3D モデルをもしあの VR 空間とか AR 空間に、うん、あの映し込んで使いたいっていう時に、なんか VR ヘッドセットとかあると楽しい。ああ、オキュラスクエスト2が学生に1個あると、はい、なるほどね。はい、ああ、それはあり。楽しいかなって感じ。了解です。はい。はい、あと、ちょっとあの別件なんですけど、昨日研究室いたら、うん、理工 の長島さんが1回来て、うんうん、ああ、はいはい。先生いないみたいな。そうだそうだ、あのレッドプリンターの件。はい。はい。なんか、はい、多分また来るみたいなので。わかりました。はい、お願いします。了解です。はい。はい、という感じで了解です。あ、大体なんかあの要望が。そうだね、確かに。大きさは変えずに、より高精度なものを作れるようにするっていう意味では、なるほど。それは、でも、それこそ光造形系とか、いくつか候補あるかもな。はい、ちょっとこっちもいろいろコストも含めて検討して、ちっちゃいけど、より高精細なものとして何がいいかみたいな、ちょっと考えてみます。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、まあ、時間ちょっと早いですけど、全チーム発表終わったというところで、来月のハッカソンは今のところまだちょっとそれも結局スケジュールが多分なかなか決めきれないというところあるんですけど、できれば来月はウクライナハッカソンという形で東大の渡辺研究室と合同で、ウクライナのデータを使ってストーリーテリングを仕立てていくというか、あのアーカイブされたデータをどう、多くの人に伝えていくかというような形でのハッカソンを考えています。なので割と来月はマップボックスストーリーテリングとか Google Earth とか、セジウム、そのあたりをちょっと使っていく予定で、まあ、前半、フラッシュ研究室のハッカソンは割とこういう、こう基礎的な、みんなが当たり前に使える技術はみんな全員一回試してみるっていうことをちょっと継続的にやっていこうと思っています。はい、なので、お疲れ様でした。あとあれですね、せっかくなので作ったデータを、まあ、あのどんどん量産してもらって、3D プリンターも今研究室に今2台あるので、あの2台どんどん稼働して、あの PLC とか素材が足りなくなったら言ってくれればあの補充するので、どんどん遠慮なく自分目的であったり、あと週末のイベント用にどんどん出力して試してみてください。確認ですけど、金曜日の夕方、まあ、午後行くので、まあ、金曜日の夕方ぐらいまでに、出力した データに関して、データというか出力したものに関してはもうガチャガチャとセットでこそっと、土日のイベントに持っていっちゃいますので、いろいろ試行錯誤的にやってもらってもいいです。あの失敗することは全然ウェルカムなので、あのぜひ 3D プリンター失敗してぐちゃぐちゃなあのゴミを作ってしまったら、それはそれであのそんな
ことも経験の一つだと思うので、どんどん遠慮なく使うってことをまずやってみてください。あと、ヘッドが詰まることもあるので、ヘッド詰まったら、自分で何とかするよりも何とかしながらもやっぱり詰まったってことをみんなに共有すると、みんなそれなりにあのヘッドの詰まりの解消の仕方とか知っているので、俺は 割とね、あの金属のクリップを伸ばして温めた状態でこう押し込んだりして直したりするんですけども、そのあたりのノウハウも案外マニュアルに書いてないので、もう壊れたら壊れたりしょうがないなりに、まあ、丁寧に扱ってもらいつつも、何か不具合が起きたときにはすぐに情報を共有してください。みんなの知恵でだいたいクリアできると思うのでそのあたりも含めて、みんな遠慮なく 3D プリンターをどんどん使っていきましょう。はい、じゃあ、今日のところはここまでということで、Zoom と今ライブ配信は終了します。はい、お疲れさんでした。じゃ週末よろしく。